森のトロール。ノルウェー国旗の盾を持つバイキング姿のトロールトロール、または、トロールとは、北欧の国、特にノルウェーへの伝承に登場する妖精の一種である。北欧では、トロルド、トロールド、トラウ、ドローと呼ばれる。当初は悪意に満ちたケムクジャラの巨人として描かれ、それが、やがて小さい身長として描かれている。 変身能力があるのでどんな姿でも変身できる。どのような存在であるかについては様々な描写があり一定しない。ただし、鼻や耳が大きく醜いものとして描かれることが多い。別格のトロールたちには二つまたは三つの頭がある。一般的なトロールについてのイメージは巨大な体育、かつ怪力で。 深い傷を負っても体組織が再生でき、切られた腕をつなぎ直せる。醜悪な容姿を持ち、あまり一能は高くない。凶暴、もしくは粗暴で大雑把というものである。ノルウェーの人の中では、日常生活で、ふっと物がなくなった際には、トロールのいたずらと言われる。また、ほとんどのお土産物屋に、トロールの人形が販売されており高い人気を博している。 陶器製、マグネット製、紙製、キーホルダー製など実に様々なものがあり、トロールの姿も男性、女性、子供、老人、中にはバイキング姿、サッカー姿、サーファー姿、スキーヤー姿など実に様々なものがあり、中にはアンティークコレクションとして評価の高いものも数多く存在する。 デンマークでは白く長いアゴヒゲの老人として赤い帽子、カワエプロン姿で描かれる。エブレトフトのトロルは背中にコブがあり大きな鍵鼻、灰色ジャケット、尖った赤い帽子を着ている。グドマンストルップのトロルは背が高く黒く長い服を着ている。ノルウェーでは女のトロルは美しく長い赤毛をしているとされた。スカンジナビア半島では小人の妖精とされる。 トロルは、丘陵地、長塚、土墳などの下に共同体を作り、暮らすためスウェーデンでは、ベルグフォルクと呼ばれた。彼らの住処は、財宝で一杯で夜になると光り輝くと言われた。彼らは騒音を嫌い衣装や教会からは、離れて暮らした。気に入った人間には、富と幸運をもたらし、気に入らない者には不運と破壊をもたらした。また、女子供を、 サライ財宝を盗む。さらわれないためには人も動物も宿り木の枝を身につける。金属工芸にも引いて、薬草や魔法を使った治療にも引い出ているという。火の光に当たると一死に変わるため、夕暮れ時から明け方までしか姿を見せない。フェロー諸島では、フォデンスケマエンドと呼ばれ、虚ろな人々、地下の人々であり人をさらって何年も捉えておくという。 アイスランドでは一つ目の邪悪な巨人であり、三人で一つの目玉を共有し、順番に使っている。フィンランドでは池に住む邪悪なシェトロールとして知られ、霧が出たり嵐が来ると、人々はトロールが池から出てきて人を溺れさせるという。シェットランド諸島やオークニー諸島では、ランドトロー、ピーリートロー、シートローの三種に分かれるという。グリーンランドカナダグリーンランド、 カナダのイヌイット、イハル・シュミット族に伝わるトロルは、邪悪な巨人であり、毛の生えてない腹を引きずりカギ爪が生え物陰に、潜み人を襲い肉を引き裂くという。JRR トールキの、ホビットの冒険では、モルゴスの秘蔵物として登場する。煙斗を模したものとされる。通常の武器が通じないほど硬い皮膚を持つが、太陽光を浴びると石化するとされた。 続編の指輪物語では、サウロンによって生み出された凶暴な上位種、オログハイが登場。その身を巨大な剣や鎧で武装しており、知能、戦闘能力も向上。また太陽光を浴びても石化しない。サウロンハイカの中でも単純な近接戦闘においては、無類の強さを見せ、兵士というより洗脳された、生物兵器として運用され、前線突破や、 城壁破壊などに投入された。一つの指輪が破壊され力の源泉たるさ、ウロンが滅びると、共に滅んだ。主に英語圏でゲームや電子掲示板において否定的な書き込みなどの嵐を行う人のことをインターネットトロールと呼ぶ。もしくはただ単にトロールということもある。転じてパテントトロールのように普遍的な迷惑行為を行う人物を指すこともある。 もともと英語圏では、厄介者を指して、稀に、トロールと呼ぶことから、インターネットミームの一つとして成立した。ありがとうございます。